2005年に私が入社したんですけど、笠森の会社全体の経営状況がものすごい悪かったらしいんですね。まあ、当時その代表が、まあ、長く続けていくことっていうのは正義であり、まあ、長く続けていくための経営戦略として自分たちの商品を作り上げるって、まあ、いつかはブランドを作り上げるぞっていうそんな方針のもとに、現場で、まあ、私は担当しながらこう試行錯誤しながらこう一つの答えがアクセサリー作りっていうところに行き着いた感じですね。まあ、その中で溶ける紙に刺繍をして溶かしてレースの生地を作るっていう、こう作り始めていくとどんどんこういうデザインをしたらいいんじゃないかとかっていうのが出てきた時に、シルクでパールのネックレスを作りたいって、それが私たちの一つ大きなこうチャレンジでした。でまず糸だけで立体の球体を作るっていう、これが作りたいけど作れない、じゃあどうしようかと。土台となる紙の上に刺繍してその紙が溶けて糸だけにする作り方なんですが、途中までは紙があるので支えられてるんですね。でその紙が急にこうファッて溶けてなくなるので急に不安定になると。でその時にどうやってこの形を成立させるかっていう、まあ、毎日試作をしていく中で、まあ、少しずつこう答えを探していくような形でこう、まあ、2年ぐらいかかって、まあ、できるようになったっていう、まあ、そんな形ですね。もともとこのブランドを始めた時に私たちらしさとかこの土地らしさっていうのが、まあ、すごく大事にしたいものづくりのポイントだなって考えてました。群馬県で養蚕も盛んで、やっぱりシルクっていう素材がこの土地らしい素材だと思ってまして、まあ、それを使いながらパールのような形をしたネックレスっていうのは、まあ、究極にシンプルで、まあ、まさに日本らしさも表現して、まあ、それが出来上がったら世界に通用する日本らしいモダンなジュエリーになるのかなと思って選びました。やっぱりより多くの方に届けられるってデザインの正義だなと思ってて、一部の人に届けるよりもやっぱり引き算というかだんだんシンプルにしていくことの方が大事だなと思って、そこにデザインを感じさせないものというか、ただある一方で他者との差別化をしないといけないとか、自分たちらしさを残さないと生き残れないので、まあ、その路線でやっぱりみんな足し算したくなっちゃうんだと思うんですよね、自分たちらしさを出すために。で、トリプローで一つ見えたのはデザインを究極にシンプルする代わりにらしさを出せるってやっぱり技術だなと思って、で考え抜いた素材を使いながら、誰もができない技術で形にすればシンプルにしても誰も真似できないっていうところに行き着いたの。作り方が分かってても作るのがものすごい難しいんですね。その日の湿度とかで少し形が変わるとか常に変化していってしまうので、こうすぐにこう売れるからたくさん作れる作り方ではないっていうのがまずベースにあります。まあ、その中でやっぱり僕たちにしかできないこうものっていう、他で真似できないものっていうのも大事にしながら、しっかりとこう届けていきたいなって思ってます。技術的な可能性を、まあ、組み合わせながら、こうあとは何を作るかっていう発想の部分を、しっかり考え抜くことで刺繍の可能性っていうのはもっともっと広がっていくのかなって思います。